ちょっと携帯置きたいけど、さっき置いたらちょっと事故ったから持っとかないと。ちょっと今日はぐでん配信にします。あ、そうや、今日から麻雀が、麻雀か、果樹か、何だっけそう、追加されてさ、多分あれの音声撮ったのがさ、え、マジで加入してすぐなんよ。多分こいつ愛の衣装やったやろ。だから万に加入して 2、3ヶ月とかで多分撮ってるから、多分めちゃくちゃめっちゃ感情こもってない声で喋ってる気がする。聞きたくないからあの声、棒読み、そう、絶対棒読みになっててると思う。え、マジでほんまに加入してすぐ撮ったやつやから、声出すんなんか恥ずいっていう気持ちもあるし、ちょっと棒読みすぎてちょっと嫌なんだけど。でもあれめっちゃ撮り直したで、めっちゃ撮り直してあれやから。撮り直した、え、一生使われんのかな。え、じゃあ一生そのままやん、6期生さんでそのままやったら。やば、もう無理じゃん。初、それ自分がもしそのゲームやるってなった時にちょっと恥ずかしすぎてやりたくないわまこちより自然だね。あの坂下まこはもう棒読みすごかったからな、最初の頃はスポキンとかでも棒読みがすごかったもんな。あれやねんな、棒読みって引っかかんの言葉星になってたりしてね、結構。じゃあ多分あれなんよ、多分麻雀の言葉を知らんくて、イントネーションがわからんくてあんなことになったんやと思う。その読み方、文字は読めてもそれの発音の仕方がわからんからあんな棒読みになったやと思う。自信ないし今日はね、あのルームスの配信を始まる前にしてて、その時と変わったところは前髪を切りました。実はあの後前髪切ってもらってね、この真ん中だけ切ってもらいました。 MC のやつ、坂田は文化祭やるなら何がいい？サムギョプサル最近サムギョプサル食べてないな。サムギョプサル食べたいな。最近コンビニのおでんをめっちゃ食べちゃう。サムギョプサルむずいか、むずかったらティラミスとかかな。意味わからん食べ物系がいいかな。美咲はだってそれでさ、もしさ失敗したら食べれるし、作るまでに試食会とかもありそうやん。サムギャプサルめっちゃ好きなんですよ。テ
ラマスカルポーネ、マソマスカロポーネ、マスカルポーネ、ティラミスに入ってるやつ、あれが美味しいのよ。ちょっとなんかめっちゃなんかそんな調子に乗ったものを好きとか言ってるなと思うけど、あれが美味しいのよ、そのティラミスは。マスカルポーネかマスカロポーネか分からんけど、あれが美味しい。こっち今日まつげ綺麗。そう、コストコ行きたいな。コストコのでっかいティラミス食べたい。めちゃくちゃバカでかいティラミスあるやんか。あれさ、四角のでかいの買ったらさ、ちょっと私は食べきれないじゃなくて、めっちゃ食べちゃいそうやから、バカみたいに。だからそれを考慮して6つ小分けになってるやつを買ったけど、もうなくなっちゃったからさ、コストコ行きって。ほんまに最近美咲がハマってることは、あの大食いの YouTube を見ることなんですよ。あの食べてる咀嚼音の ASMR じゃなくて、あのほんまに食べ物をひたすら食べてるっていう動画を見るのがハマってて、なんかそれを見るだけでこう自分もなんか食べた気になれるというか。そう、あれなんよ、食べ放題とかじゃなくて、美咲はもともとこう大量のご飯をボンって用意されて、それが減っていくのを見るのが好きなんです。え、伝わるかな。その例えばさ、あのわんこそばってあるやんか、あれってあれも大食いやけど、食べて入れて食べて入れて食べて入れてじゃなくて、最初からバカみたいな量用意されてて、それを食べてって減っていくっていうのを見るのが好きやし、で美咲自身もおかわりできひんのよ。おかわりはちょっとお腹いっぱいでできひんけど、最初からいっぱい量出されてたら食べれるタイプから、なんかいつかはちょっとなんか NMB の YouTube の企画とかでなんか大食い企画とかやってみたいな。あのコストコのティラミス、そう、どんどんおかわりするは無理や。だから回転寿司とか全然食べられへんのよ。それやったらなんかもう最初からボンって用意されて、これ食べてくださいって言われた方が食べれる。お寿司はサーモンぐらいしか食べれないから。お寿司はね、なんかうどんとか食べちゃう。大食いなのに細いな、すごいな。いや、あれよ、体に肉つかんだけで顔も丸なるで、食べ過ぎたら。だから細いのは細いのよ、体は。でも顔がもう丸くなっちゃうから、全部顔につく。久しぶりにラーメンも食べたいな。え、あのさ、あれ食べたことある人おる？あのミスドのさ、ミスタードーナツの汁そば、汁そば食べた人、食べたことある人ない？なんかちょっと汁そば、汁そば、あ、ある人おる。そう、美咲マジでな、あのそのミスドの汁そばがほんまに食べたくて、でなんかあのあんま名前出したらあかんのか、そのとあるさ、そのキッズ向けの YouTuber さんのやつで、間違えて止めちゃった。あのが食べとって、え、マジで食べたいと思って、家の近くというか、まあ最寄りの駅とかにもミスドあるし、それ以外にも難波にもミスドあるし、ちょっと今度ミスド通って見てみようと思って、
通って探したけど汁そば全然売ってなくて、え、汁そばってこんなに売ってないんと思って、ほんまにずっと探してたよ。マジでかれこれ探し始めて3年ぐらいで、でも諦めとったのよ。諦めとったけど、前さパーソナルカラー診断行った時に、近くにそのなんてショッピングモールがあって、そこのフードコートのミスド行ったら汁そば売ってて、マジでもう泣きそうになって、もう感動で汁そばに出会えたことが、で目が痛い、そう、もうそれでめっちゃ感動して、汁そばお昼ご飯で食べるつもりなかったけど、汁そば売ってんのやったら汁そば食べないという使命感があったから汁そば食べました。でさっきインスタ見てたら、なんか汁そばかカップラーメンみたいな感じで出るらしくて、もうそれはゲットしないとと思って、マジで汁そばに出会えたのにもう感動した、ほんまに感動してさ。でその美咲 の中学の友達と一緒にキッズ向けの YouTube を見とったのね。キッズ向けの YouTube 見とって、何をしてんねんと思って、高校その時当時多分高1とか中3やったかなの時に、え、やばい、汁そば絶対今度一緒に探しに行こうなって言って約束しとって、まあ行ってないねんけど、約束はしただけで、どこにでもあると思ってたから。でも全然売ってなくて、もう諦めとった美咲たちは。で、まあ美咲はふらっと立ち寄ったショッピングモールのフードコートのミスドに見たら汁そばあって、もうすぐその友達にもう私と汁そばの自撮りを送って、汁そばに出会ったって LINE しました、メールしました。めっちゃなんか優しい味がして美味しかった。あのさ、かき玉のさ、卵のさ春雨スープみたいな味しました。めっちゃ優しい味でほんまに美味しかった。すぐペロリとしちゃった。汁そば食べて、大好きなハニーチュロも食べて、めっちゃ美味しかった。ほんまに嬉しい。なんかもう高級料理店とか行くよりも汁そば食べた時の方が感動したかもってぐらい感動した。てかさ、今日なんか汗全くかかんくて怖いねんけど、全然汗かいてなくてさ、ずっとなんか体に熱がこもってた感覚、そう、汗出てなかったのよ。食べること大好き、めっちゃ好き、食べるのと寝るのはほんまに大好きなんですよ。でも最近寝るより食べる方が好き。前まではお腹空いてるけど眠たいっていう状況にあった時に、まあ食べるんいいや、もう先寝ようっていう睡眠薬の方が勝ってたけど、最近は眠くたくてもお腹空いてたら食べちゃう。だから顔がちょっとむくんじゃうのよ。まあでもストレスフリーでいきたいのでね、私は。わっ、ちょっと15分になったのでランキング読みますね。先にもうちょっとで10時になるような、ちょっと切れたら言え。でちょっとランキング読ませていただきます。13位、直行犬さんかな、直行犬さん、ありがとうございます。12位、夏の大三角形さん、ありがとうございます。11位、ジョセフさん、ありがとうございます。13位さん、ありがとうございます。9位、ペイちゃん、明日の昼公演行くよ、ありがとうございます。8位、マー君、明日キャンマチ当たったけど行った方がいい、番号によるよ、おいでおいで。7位竹坊さん、公演楽しかった、ありがとう、ありがとうございます。6位ゆうすけさん、ありがとうございます。5位ともひこさん、ありがとうございます。
4位たくやんさんありがとうございます。3位くにさんありがとうございます。2位しおぴーさんありがとうございます。1位かみゆさんありがとうございます。あ、やば、マイク塞いでた、すいませんごめんなさい、ありがとうございますやばい、なんか久しぶりにナンバラヒャット緊張したな今日は買い、もう、そう、今日さ、あのルームスの時に食べてたさチーズボールしかちょっと食べてなくてお腹空いたから帰って晩ご飯食べたいと思います。てかあれ食べたいな、あのさ、セブン入れのさ生チョコアイス出たやん、あれあれちょっとマジで食べたいから、ちょっと帰り寄っていこうかな、溶けちゃうかな、めっちゃ食べたいアイス、あれも食べたい、マクドのエビのシュリンプのやつ、あ、全部食べたいわ。もう最近食欲旺盛ですよ、ほんまに成長期のもう男子並みに食べるからエビプリ美味しかった。もう、え、待って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 、月見バーガーっていつまで、月見バーガー終わるまでにあと1回は食べたいんですけど、月見バーガーいつまでやろ、ちょっとでも絶対に美咲の目標は終わるまでにもう1回食べること、あ、10月末まで結構長かった。じゃあね、まあまあまあ今日はこれぐらいで終わりたいと思います。時間も多分終わっちゃいそうやし、食べたいものがいっぱいやけど今日はどれにしよっかなありがとうございました。皆さんもあの一緒に食欲の秋楽しみましょうね。バイバーイ。